さてですね、本日は、CHR、マイナーチェンジしたばかりのですね、モデルを乗ってます。ではですね、マイナーチェンジしたんでね、早速ね、ディスプレイオーディオはね、こうやって備わったんで、ちょっと使ってみようと思います。そして私の iPhone、繋いでみますよ。はい、繋いだ。さあ、どうなるかな。お、接続してますってなるね。で、一応これ、多分携帯の電波とかね、こう繋がってる感じですかね。今繋ぎに行ってるのかな。ちなみにオドメーター今ちょうど2500キロ、まだ本当に新車ですよね、この車は。2500キロね。ほい。あれ、なんで押してないの。さあ、ここからどうなんでしょう。アプリは使えるはずなんだか。これは何か設定があるのかな。この読み込みが、なんで読み込んでるのかよくわかんないけど、ちょっと不安になりますよね。あれ使えないようになってんのこれ。ちょっと一旦外してみようか。この謎の待ち時間がある。なんで、もしかして何 Bluetooth つながないとダメですかね。ちょっと Bluetooth つないでみましょうか。なんだろうね、この一発でつながんない感がね。何がいけないんだ。なんか非表示になっちゃうんだよな。試しに Bluetooth 消してみようか。お、 Bluetooth 今オフにしたらこう消えましたね。じゃあもう一回つなごう。今有線の USB 端子だけでつないでおりますが、なんか認識しないっぽいな。なんで、なんでなんで。と Bluetooth だけでつないでみましょうか。接続して、そうですね、ここつながってる。これをいじると、なんでこれ選べないんだ。これがわからない。なんだなんだなんだ、何が起きてるんだ。ちょっと一旦エンジン切ってみようか。カードが残っています。エンジン切ってもう一回始動しましょう。有効期限は2021年10月です。あ、来た。来たね、来たね。スマホの方で来たな。なんだ、あ、やっと来た。選べるようになりましたね。どういうこと？さっきの何だったんだろうか。
まあ、とりあえずこういうこともあるってこと皆さんお分かりになったでしょうか。なんかよくわかんねえな。で、今回ですね、この PSR ナビっていうのをですね、ちょっと試しに使ってみようと思います。これはですね、損害保険会社のアプリなんですよね。これ、損保ジャパンのアプリです。ログインが必要ですって。またまた、ログイン何？ここで何？ログイン、これ会員登録しなくちゃいけないか。マジか。これね、ダメ？そうですか。じゃあ、ちょっと今、会員登録をします。なかなかドライブ、いけないっすね。今ね、メール認証してますんでね。損保ジャパンはここは入手してないんですけども、はい、会員情報、はい、登録しました。はい、お、これでいけるんじゃないか？一応携帯で、地図、ここに行く。温泉案内開始。これやっぱりは何 ?USB 刺さないとダメなのこれ。当時、スマホ上では今案内開始してますが、お !USB で、あ、繋いだらこうなりましたね。やっぱ USB 繋がないとダメなんだ。Bluetooth だけだといけないってことね。へぇー。で、あ、こういう風になってんだ。で、なんか運転診断中みたいなことも書いてあるね。これ楽しみですね。僕の運転が出るってことだよね。これ多分これ今一般道にいるって感じだね。なんか今サービスエリアにいるんだけど、なんか一般道に いちゃってるって感じだね。よし、じゃあとりあえずこれで動いてみましょうか。これですね。じゃあ行きますよ。これでどうナビが反応するか。以上道なりです。あ、ここでちゃんと高速、この先合流があります。高速のあれだね、ちゃんと案内になったね。
それなのかどうかわかんないんですけど、なんか前期とこの後期乗り比べて確かにちょっとなんか安定度は少し感覚やっぱ前期と違うのかなっていうのはあるかな、感じますかね。でもどうなんだろうな、実際にね本当に同一条件でね乗り比べたわけじゃないんでね、わかんないんですけど、でもなんか、うん、なんだろうな、合成感なんでしょうね、なんかフィーリングが違う感じはするんですよね、確かに。だからまあね、でもね普通にこうやって高速走ってる分にはね、あの問題はないんですけどね、なんかまあさすがに前期から後期に乗り換えるって人はいないと思うんですけど、まあなんか気になるっちゃ気になるかな、なんかやっぱ前期の方はなんか運転して楽しい感じというか、なんかしっかり感はあるのかな、どうなんだろうな、どうでしょうね、まあ専門家の方にそこはお任せしたいと思うんですけどね。なんか結構ウェブのね試乗記事とか見るとやっぱちょっとねそこは乗り心地が変わってるって話ではあるね。この先左からの合流があります。あ、こういうあれですか、警告系もトヨタの中性この先左からの合流がありますあ、純正もこの先合流がありますって言いましたけど、あれなんですね、この PSR ナビも頑張って今言いましたね。ちょっとタイミングがやっぱ PSR ナビはね、あの携帯の GPS で打法してるんでちょっと遅いのかな、どうなんだろうトヨタのね純正ナビの方がちょっと今早かったですね、言い出すタイミングはそうですか、
っぱりカーナビはカーナビでね、あのちゃんとこうねセットアップされてる、なんだろう、据え置きのカーナビがいいですよね。やっぱなんかね、スマホとこうつなごうとするとね、さっき見たくアラームになるとね、突然これってナビが中止しちゃうしね、なんかねちょっと面倒ですよね。しかもね、運転してるときね、こうやってとっさにね何もできないんでね、なかなか厳しいな、ディスプレイオーディオね。ちょっとねこの後しょうがねえな、高速降りてどっかで止まって再セットするか。音声案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。およそ4キロ先、左方向です。よしよし、ちょっと復活しました。ケーブル差し直したら復活しましたね。差し直すってなかなかこれ両手掴まないとねできないんでね、ちょっと運転してる時無理だなこれ。せっかく Bluetooth でもね繋がってるしね、なんかなー、ケーブルレスいけないんですかねこの辺ね。まあね、こうやって差し直したらね復活しましたけどね、ルートが。ここでまたねルート再設定とかするのだと面倒いよね。およそ2キロ先、高野5丁目、東、左方向です。2キロ前から案内するのが左折ポイントね。2キロ前、だいぶ前だね。700メートル先だよね、トヨタのナビはね。だいぶ前から案内するの。1キロ先、高野5丁目、東、左方向です。1キロ刻みで行ってくるのかな、このナビはね。しかしあれだな、スマホの画面はね、ほんと映りスキッパーだからこれちょっと心配ですね。特にね、iPhone11 はね、有機EL なんでね、なんか画面焼き付けとか大丈夫なのかなこれな。およそ500メートル先、高野5丁目、東、左方向です。県道295号線に入ります。県道の名前言うと、500メートル先だ。次な、250メートル先。この先、左折専用レーンがあります。500メートル先から言わないの、もう何も。お、RX8 だ。左方向です。おお、こんな。500メートル先から言わないんだ。いきなり左方向ですって言うの。そうですか。ちょっとあれだね、道知ってないと急だね。あれ癖といいね。今日はルーフ開けてね、ドライブされてますね。さあ、ちょっとねバッテリーがねカメラ切れちゃったんで別のカメラでやってますけど、とりあえずねリルートも割とスムーズにいった感じですよね。で、何診断結果は、ここまでの診断結果はこれになりました。何、69点。また意味深な
点数ですね、69点。ヒヤリハットあり、どこだよどこだよ、わかんない、これ。え、なになに。で、アクセルはアクセル操作を振り返ってみてください、踏みすぎに注意します。まあ確かにね、このね 1.2L ターボがね、割とねトルクグイグイいくんでね、つい踏んでしまいますよね。で、なに、ブレーキは記憶をさらに高得点に。で、ハンドリングは、ハンドリングまで結構、何、どうやって継続してんだろうね。繋いでるわけじゃないけどね、車とね。へえ。で、エコはもう残念ながら、いや、最低点数。環境に優しくないってことですかね。あ、ヒヤリハットありってなんだよ。なんか俺したか。まあいいか。なんか詳細が見れない。残念だね。全国ランキング。まあまだちょっとあれか。すごいな。こうやってランキングで競えるのはすごいですね。今時らしい。以上、ディスプレイオーディオでございました。